お待たせ、どうぞ。今回は大鷲の撮影リベンジ。前回大鷲の撮影行った時は3時間粘ったけれど、ポールから動いてくれなくて、しかも遠くの小さな姿しか撮れなくて、今回は大鷲の飛翔する姿を撮ろうと思って、さあ出かけよう。それでは大鷲撮影機構です。使った機材は、レンズは前回と同じです。昨年出たソニーの 200-600mm、 F 値が 5.6-6.3 の、GOSS ですね。手ブレ補正のついたレンズです。で、前回と違うのはカメラの方です。前回は、α7M3 を使ったんですけれども、今回は α7R3 を使いました。理由は、APS-C サイズにクロップして、撮影したかったからですね。で、 R3 だと APS-C サイズにしても1800万画素で撮れます。もちろん今の、R4 だと、APS-C サイズにしても2600万画素で撮れますね。やっぱり高画素機は有利ですね。で、やはりですね、フルサイズで、600mm で撮ろうと思うと、あの大鷲はどうしても小さくなってしまいますね。やっぱり 1000mm 近くが欲しかったので APS-C サイズで撮ろうと思って、α7-3 より α7R3 の方を選びで撮ってみました。で、α6300 でも撮ったんですけれども、やはりですね、山を背景にした時、どうしてもやっぱり感度を上げて撮らないといけないっていう場面が多くあって、そうするとα6300 より α7R3 の方が高感度に強いですからね。それで、このカメラを選びました。で、撮影の現場には、すごくたくさんのね、カメラマンがおられましたね。で、現場は、滋賀県の長浜市っていうところで、大鷲は山本山っていうところと、あの琵琶湖ですね、琵琶湖に魚を取りに行ったりするんですけれども、で、その間ですね、その山本山とその山本山に近い琵琶湖ですね、にはたくさんのレンズが並んでいます。
で多く見られたのが64って言って、600mm の F4 っていうあの巨大なレンズですね、はい、大砲レンズとも言われますね。1本100万円から150万円、ソニーの新しいのだと1本160万円もするあの高価なレンズです。そのレンズがずらっと並んでいましたね。でカメラの方を見るとですね、フルサイズもあの多かったんですけれども、やはり圧倒的に APC-C サイズですね。ニコンだと、D500 が多かったですね。でキヤノンだと、7D Mark II が多かったですね、はい、ソニーで多く見られたのがあの意外や意外 α7R Mark IV でした。新しく出たやつですね。これが非常に多かったですね。でいろいろ話を伺うとですね、あのニコン、キヤノンからやっぱりソニーに、くら替えしたというか総入れ替えですね、去年から今年まだ1月なんですけれども、今年に、ニコンからソニーに、総入れ替えしたっていう方が結構おられましたね。一人二人ではなくて多かったですね。理由は、皆さんおっしゃるのに、オートフォーカスですね、追随性が全然違う、やっぱりあのリアルタイムトラッキングですね、これが非常に優秀だっていうので、買い替えておられましたね。そして α7R Mark IV は、6000万画素で、非常に高画素 で APS-C サイズにクロップしても、2600万画素で撮れますからね、非常に有利です ね。フルサイズですからね、高感度画質もいいですしね。それでソニーは多かったですね。あとですね、三脚ですね、圧倒的に多かったのがあのジッツォっていう三脚ですね。ジッツォのシステマチックっていうやつですね。あの三脚があって真ん中のエレベーターのないやつですね。でその上にあの動画用のギア雲台っていうね、大きい雲台ですね。それとあとスタビライザー雲台ですかね、あのちょっと吊るすような、このカメラを吊るすような感じですね。こうブランブランと、ジンバルっていうんですか、ジンバル、どうなんでしょうかね、スタビライザージンバル雲台っていうんですかね、あれ、そういうのが多かったですね。ちょっと調べてみたらね、だいたい6万円ぐらい、6、7万かな、高くてもぐらいで買えるそうなんですけれどもね、そういったのが多かったですね。でやはり大きい動画用の雲台とかそのジンバル雲台ですね、やっぱり触らせてもらうと全然違いますね。あのスチール用の雲台と全然違ってて安定していて、取り回しがものすごく楽ですね。微調整もできますし取り回しも楽でしたね。やはり本格的に野鳥をこう撮影しようと思うんだったら、またあの野鳥撮影をね続けていきたいと思うんだったら、ビデオ雲台ですね、あのギア雲台とか、ジンバル雲台なんかの方がよっぽどいいかなと思います。で、三脚ですね、電車とかバスとかでね、移動する方にはやっぱり小さい、小型の三脚ですね、まあ、せいぜい足の径が28から32ミリぐらい、大きくてもね32ミリぐらいがいいかなと思うんですけれども、もう車で移動して撮影する場合は、まあ、皆さんが使っておられてたあのジッソの、システマチック雲台ですね、あのでっかいやつですね、3段、4段ではなく3段ですね、段数の少ない方がやっぱ安定しますからね、段数が多いよりは。でそっちの方がいいかなと思います。価格はだいたい10万円台ぐらいかな、10万円、11万、2万円ぐらいで買えるものなので、まあ1台それを用意するとね、こう鳥の撮影にはいいかなと思いましたね。であと思ったのが、皆さんとてもすごく情熱的なんですね。大橋を撮影するのに愛知県から朝7時に到着して、長浜に到着して、ねぐらに飛び立つのに、夕方の4時50分だったんですけれども、やっぱりずっとおられるんですね。でそこではちょっとショーキャンプみたいにお湯を沸かしてラーメンを作ったりとかして、お昼を楽しく過ごしておられたりしていましたね。あとは朝6時に和歌山を出て、夕方の5時には帰らなきゃいけないって言って、こうギリギリまで撮影されてた方もいらっしゃいましたね。この方は、ソニーの α10 ですね、α10 の Mark IV ですね、600mm の、ズームのついたネオ一眼ですね。
あれを持って、撮影に来られてましたね。あとですね、5時間ですね、琵琶湖の方が、琵琶湖の方に陣取って5時間待って、やっとオオワシが魚を取る瞬間を捉えたっていう方もおられましたね。そのオオワシが魚を取る瞬間を取るために5時間待っておられるんです。ちょっと驚きましたね。ものすごく情熱ですね。であとは体力もないといけませんし、集中力がないと、飛ぶ鳥ってね、集中力がないと取れないです。そんな簡単なもんじゃないですね。であとですね、おじいさんでブログやってらっしゃることですね、いらっしゃったんですけれども、その方は64とかの大砲レンズではなくて、やっぱり小さいレンズですね。あれはシグマかな、シグマの150-600ですね。これと同じぐらいのレンズですね。150-600のレンズに APC-C サイズのニコンのカメラをつけて撮っておられましたね。でもとても上手に綺麗に撮られておられましたね。でやっぱりベテランになればみんな64とかね、大砲レンズを使うかといったらそうでもないですね。反対にまた普通の一般のですね、レンズキットでついてくるような例えば 50mm、200mm とかそういったレンズで撮っておられる方もいらっしゃいましたね。皆さん各々ですね、どんなものでもいいので、コンパクトデジカメですね、普通のネオ一眼ではなくてちっちゃいコンパクトデジカメで撮っておられる方もおられましたね。もう何でもいいので、こう自分の撮りやすいものですねで捉えるといいかなと思いますね。で周りから見ているような嫌な感じっていうのはないですね。非常に皆さんフレンドリーで、で分からないことがあったらみんな教え合ったりしてますし、情報交換もすごいですね。いつ頃餌取りに行ったとか、いつ頃この間に泊まったとか、でこれからどうするだろうとかそういったことをね、情報交換とかね、いろいろ気軽に教えてくれますね。はい、撮り方も分からなければ皆さん親切にね、撮り方も教えてくれると思います。皆さんやっぱりすごい情熱がすごいですね。で今回狙った大橋は、推定年齢28歳で国内最高齢と言われています。でそしてこの琵琶湖に飛んでくるのは今年が最後かもしれないとも言われていますね。でっていうのは昨年11月18日に琵琶湖に、飛来してきたそうなんですけれども、シベリアから来たそうなんですけれども、初めの1週間は餌が取れなかったって言ってましたね。多分体力的に無理だったんだと思います。でその後餌を取っても途中で魚を落とすっていう場面を見たそうですね。であと食べようとしても片足を、枝に、片足で枝に止まって、で片足で魚を持って、くちばしでついまぶんですけれども、その魚を落としてしまうっていう場面もあったそうです。でだいぶ弱ってるっていうことをおっしゃってたので、ただ僕が取りに行った時は上手に魚を食べてましたね。でその時はもう徐々に元気になってきたっていうことをおっしゃってたんで、ちょっと元気な姿が撮れてよかったんですけれども、ただ来年はもう飛んでこれるかどうかわからないとおっしゃってましたね。まあそんなこんなで今全国からですね、札幌ナンバーがここね、滋賀県なのに札幌ナンバーとかね、あと山梨県の諏訪ナンバーですねとかが見えてましたけれども、やはり全国からね、大橋ファン、鳥ファンがね、こう集まって取りに来てるみたいですから、すごく楽しかったですね。もし興味のある方いらっしゃいましたら、一度ちょっとカメラあるなし関わらず、ちょっと運んでみられると楽しくなるかな、楽しい、思い出になるかなと思います。では最後までありがとうございました。